父さん、よう来たな。孫悟空、おめえとはこの間の決着をつけさせてもらうぜ。私たちは第11宇宙の運命を背負ってここへやってきた。つまらぬ個人的な争いに興味はない。けんど、どのみち戦うことにはなるだろう。その時はその時。ん？なあおめえ、消えろ。いつの間に。